Are you ready to rock, 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 rock? Do you want to get crazy? Crazy, crazy. Okay, this is Power Rock Today.さて今夜も久しぶりにねゲストに来てくれました、兄ちゃんことラウドネスの新原実さんです。どうもよろしくお願いします。どうもどうも、毎度毎度ありがとうございます。この間木曜日の雪で遭難しそうになったってことは、そうですね、我が家は八王子にありますからね、もう大変なことになってました。結構そうだったでしょ、八王子。結構そうですね、もう膝まではいかないですけど、そこまでじゃないでしょ。いやいや、八王子は別なんです。あそこは別、八王子をバカにしちゃいけませんよ。いやいや、そうじゃなくて八王子の駅前じゃなくて八王子の山の方はこのくらい積もったかもしれないけど、私ね山の方に住んでるんですよ。本当ですか。もう裏にすぐ山がありますよね、大変なことだ。どういうことで。でも本当にもう北国かなと思う。いやだって今日ね、土曜日ゲストなのに木曜の夕方くらいから出て歩いてきたって。いや本当にもう、ね、マジでそんな感じだもん。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。なんかこの間ロサンゼルスからまた船で行ってきましたさ、モンスターズ・オブ・ロック・クルーズという。モンスターズ・オブ・クルーズ、なんかクルーズ付いてるね。そうですね、まあ毎年、フロリダから出るんですけども、今回初の、ハリウッド LA 初のメキシコまで行って帰ってくるみたいな。本当、クルーズでしたけどね。なんかどんなバンドが他出たの、どんな人アーティスト、ラウド、何が出てたっけ、ラフカットとか。あ、ラフカット出た、LA メタル系結構出たっつったな、ラットも出ましたですね、あとはワイナリードッグ、ね、ワイナリードッグですね、あとは誰だかね、ミスタービッグもやったね、出ましたですね、結構懐かしい方がたくさん出ておりました、ね、皆さんすごいいいコンサートしました、ね、あ、なんか水着のお姉ちゃんにハグされたっていう噂も。本当ですよ、いいね、クルーズだもんね、昔はね下着がババッとこう飛んできたんですけどもね、いよいよ生身の人間が飛んでくる、飛んできたと、来たな、危ない方ですよこれは。もうね、背がね僕らもね10センチ以上高いんですよ、外国の方はね。でっかいんですよ、初め高崎さんの方にね、抱きつかれたわけですよ、はい、おー行ったなと、行ったなと、行ったら次俺かなと思って俺の前をね、通り過ぎてって行ったわけですよ。なんで、なんで、私はボーカリストだと、私の立場はどうするんだとね、こう堪能な英語でね、私は呼びかけたわけです、そしたらまたねネオちゃんね、気を使って再び来てくれて、あら、で私の方に値段を定めてですね、あら、助走をつけて来たわけですよ、175くらいのでかい、ボディアタックじゃない、そうなんですよ、プロレスラー、あとね私8曲くらい残ってんのに姉ちゃんがね飛び出てきた星をですね、あら、やばかったですよ、本当だね、非常にもう、はい、20代だったらねそのままね受け止めるけどね、受け止めた後にもね、ちょっとその後もですよ、後も、お持ち帰りをしね、持って帰れなかった、もう持ち帰るところはもうその後の8曲が心配でなんだよじいさんです、いいね、はい、いやだからね俺ね、ラウドレスも今度思い切って、東京の埠頭から東海汽船かなんかで、伊豆大島に向かってどうする？それマジでダメなの？マジで考えていますよ。でね、向こうのバンドも日本でもやるよみたいなね。いや、どれよ？言ってますよ。それは結構あるんじゃない？伊豆大島だったりぐるっと回って。伊豆大島ね。だいぶ分かんないけど。草の芋なんか食べながらね。いやあるよね、ラウドネスの、ラウドネスクルーズ。ラウドネスクルーズ。あ、ラウドネスクルーズね。お前何の話してんだよ。いやいや、いや、そうですね、俺さ、いやいや、2人で旅行に行くって話じゃねえよ。そうじゃねえよ。なんで俺2人で旅行行くんだよ。ちょっとドキドキですね、伊藤さんと2人でそうか旅にも言うよかみたいなね、なんか伊豆の干物とかさ、かまぼこ手に行くんじゃねえんだよ。いやいよいよね、伊豆、あ、そうか、なるほどなと。違うよ、ラウドネスクルーズ、いいですね、東海汽船、東海汽船、分かんないけどね、南へ下るか北へ行くかちょっと悩むところですけど、それぜひちょっとやっていただきたいと思いますけど、いいです、ところでね、リスナーから来ておりました藤沢陽子さんから、11月25日はラウドネスが35年前にデビューアルバムを出した日だと。そうですね、35年前の11月25日にはデビューアルバム出てんですけど、その日は新原さん何やってたんですか、デビューアルバム出た日。私何してました、スタジオにいたかキャンペーンしてたかですね、リハーサルやってたんじゃない、あのコンサートが、デビューコンサートがあったんで、あの浅草の、浅草の、ああ本当、もうリハーサルやってた、リハーサル、もうスタジオからリハーサルですね、ねえ、まあ、11月はまあいろんな出来事あって、30日はひぐっさんの命日であると。そうですね、早いです、もう9年ぐらいになりますか、なるかね、もうね、はい、さあそしてですね、今年はなんか随分年末まで詰まってますね。
いやもう本当にだって急にですよ、今ツアー中なんですけど、うん、急に急にって何急に、いやいや先行役、いやそうじゃなくて何が急に、いやいや海外から帰ってきてね、ちょっと時間があって、うん、でまあ羽を伸ばしをしていたんですけど、またここに来てぎゅっとね、ミュージシャンってね暇な時と忙しい時が、まあね、もう急に来ますからね、まあしょうがないですけども、来週の月曜日のゼップダイバーシティね、はい、月曜日、はいはい、今あさってですね、あさってね、それとあとまあ大阪のゼップも残ってると思うんだけど、はい、これは35周年ツアーもちろんです、35周年記念、うん、のツアーの一環ですね、うん、もうずっとやってます、海外も35周年のそういうノリでやってますから、そうだよね、この間ゲストに出てくれた時もやっぱり35周年という節目だから多くの世界中のファンがあのラウドネスねっていう、そうですね、戻ってきてくれたってこともあるって言ってたもんね、楽曲指定もありましたからね、この時代のこの曲やってくれて、やってくれてね、うん、やっぱみんな聞きたいのそこだったりするんじゃない、そうですね、今回はですね、うん、はい、35年の間に出したアルバムほぼ全アルバムとまで言いませんが、はい、久しくやってなかった90年代のアルバムとか、僕がいなかった頃のね、うん、ラウドの初曲とかも、うん、結構盛りだくさんやっておりますんでね、うん、もう覚えるの大変でしたよ、そうだろうね、完璧にも交代しましたですね、いろんなところが、あら、もう帽子なしでもう街歩けないみたいな、いやそれでそうじゃないそれ脳みそでしょ、脳みそそうだね、歌詞覚える大変でしょ、もうボギー帽子にはこれほどね最強なね、あれありませんですよ、ね、なるほど、レッスンね、レッスン、はい、じゃあ28日のゼップダイバーシティで行われるコンサート、チケットはもうほとんどない、ちょっとだけあるのかな、2、30枚ぐらいですけど、そうですね、もうほぼ売り切れ、これちょっと当日までどうのっていう感じですね、早めにチェックしてください、で、はい、それでね、この30日のね、はい、単独公演ね、はい、最後のコンサートね、はいはい、これはまた特別なコンサートらしいんですよ、そうですね、ここに書いてるんですよ、これ、ファンズベストセレクション、ウィーアーザラグですよ、サモサーフライトっていうアルバムが出たんですけど、はい、セルフカバーの、はい、それで、ファンの人にどんな曲が好きですかっていうアンケートを取って、うん、はい、それのベスト、17曲入れることができたのかな、あの CD、 ああ CD ね、うん、でそれの再現ですね、あ本当言えば、じゃあさ、ひょっとするとバージョンはその新しくリレコーディングしたバージョンでプレスですか、そうですね、まあ、バージョンっていうか、まあ、今回に関してはオリジナルテイクっていうかオリジナルを忠実に結構やってるんだ、カバーしたんで、うんうん、ほぼまあなるほどね、昔のままの感じで、はい、じゃあちょっと立ってる人は親でも使えっていうのでちょっと新原さんの口から、はい、先行役の電話番号と概要ね、はい、そうですね、お願いしますよ、はい、12月30日ですね、はい、金曜日 EX シアター六本木でございます、今回の先行予約は前方プレミアムシート、前方プレミアムシート、プレミアムシートね、プレミアムシート、はい、50枚、はい、そして指定席を150枚、はい、受け付けております、番号はですね 0570-02-9940 0570-02-9940 で受け付けておりますんで、はい、ぜひ電話をしてですね、はい、予約してもらいたいと、そうです、チケットぜひね取っていただきたいと思いますけども、あとさ、29日もイベントあるんだよね、 EX シアターで、はい、通で、そうですね、29日はこれはロックビーズキャンサーって、がん撲滅のチャリティーのイベントなんですけども、ひぐっつさんが亡くなってからそのがんのそういうチャリティーのコンサートをずっとやっていたんですけども、そのコンサートですね、なるほど、レイジーが出たりですね、わあすげえ、柴田君も出てくれる、あそうですか、じゃあもう29、30はもうファンなり行かなきゃいけないじゃないですか、六本木方面は、そうですね、もうここのとこ毎年末やってるよね、やってますね、去年はアーシェイカーと一緒にやったしね、初めて対バンっていうかジョイントやって、あれもソールドアウトになりましたからね、あっという間に売り切れましたし、はい、さて